3番手としてこう見ていて、そのちょっと行かれたのかなと思ったり、こうコースがどうかなという難しい、うん、その簡単なところではありますけど、うん、まあでもやっぱり包まれて、うん、ビビっても、うん、勝てないし、うん、まあだいぶあの、うん、なんていうんですか、怖さがなくなってきたんでやっぱり怪我してからまあちょうど2ヶ月ぐらい経つんで、まあ、だいぶレースにはなってきてるとは思います、はい、もちろんその追い込みだったり、まあ、3番でも回数なんかなかなか増えていくものでもないと思うけど、いやまあでももっともっとそういう場所を経験して、うん、こういう時はこうするというもっとまあ勉強になりますので、うん、こういう場合はこう対応するという分かってくると思うので、もっともっと3番手でも確かに今のレースなんか本当外でこう伸びられて3着まで入るかどうかのこの攻め合いが難しいポイントになりますよね。あそこでも最後割って入れなかったら、うん、多分 6着ぐらい外全員行かれてると思うんで、頑張って踏んだ結果3着になった。本当ああいうちょっとした作業っていうんですかね、その判断での、はい、うん、なんかこう、まあ、できるだけのことはなるべくはしていきたいと思うので、うん、頑張ります。はい、まあこの四国3人独占ですから本当に気持ちも、まあ、最高の結果で、うん、はい、また決勝楽しみに。そうですね、もう4番手でも5番手でも結束で、はい、お願いします。